また家、父との対面。ユウスケは雷禅の使者の話に応じ、魔界へと足を踏み入れた。雷禅の城に案内され、いよいよユウスケの父親と名乗る雷禅と対面する。よう、息子。どうした？俺が本当のお父さんだよ。勝手なこと言ってんじゃねえ。ぶっ殺すぞてめえ。それが何よりの証拠だ。てめえは俺の手の上で遊ばれてんだよ。偉そうな口はてめえのちんけな容器をよ、コントロールできるようになってから叩けや、小僧。あったら来た。てめえぶっ殺す。筋と度胸はなかなかのもんだ。だが今のてめえじゃ俺は倒せねえのさ。上等だ。レディーファイト。やっとや。もっと楽しませろよ。プレイ。そうだよ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 。死ね。ほらほら。そうだよ。そうだよ。そうだよ。できるじゃねえか。気に入ったぜ。おい息子、よく聞け。俺は間もなく死ぬ。あ？急に何言ってんだよてめえ。いいから黙って聞け。俺が死ねば黄泉とムクロの全面戦争になる。ムクロ、黄泉とも最初は感情だけで争っていたが、今は違う。ムクロはむしろお前と気が合うかもしれねえ。今の魔界が好きなやつだからな。霊界や人間界には干渉しない。だが黄泉には気をつけろ。やつは霊界も人間界も支配する気だ。おい親父。減ったな。ついに雷禅が臨終の時を迎えた。
そしてライゼンの死後、魔界の均衡は崩れた。一触即発の情勢の中、ユウスケは意外な提案をしようとしていた。死んじまったあいつには悪いんだ。俺は魔界全体を巻き込んだトーナメントの開催を提案した。国を捨てて大会に臨んできたヨミ、あいつは俺にどうしようもねえグレイの力の差を見せつけてきやがったぜ。次回、俺の力、これが全てだ。こうなったらやるしかねえ。